と第2部はなんかすごい真面目な感じ、一部も真面目ですけど、さらに真面目な感じになってしまって、このその後に喋るのもあれなんですけど、次は、パガニーニロストという曲を演奏します。今楽譜を忘れたみたいで取りに戻ってきて、そろそろ入ってきてくれるかなという感じ。最近結構よく小平とはやるんですけど、最近はパガロスって略していますので、流行らせてください。パガロスです。で、なんかちょっと吹いてばっかじゃ疲れるので喋ろうかということで、なんか黒岩くんにちょっと喋ってほしいなって、どういう声を出すのだろうって言って、何がいいかな、なんか名古屋初めて、初めて来た印象とか、なんか適当にピアノ始めたり名古屋来たり、家じゃない、名古屋でいいと、いいところ、皆さんこんにちは、黒岩浩樹です。いや、当初は3人で出てみんなでトークをしようみたいな、そういう話で、まあ陽さんは僕の先輩なんですけど、芸大の先輩なんですけど、僕話すのが得意じゃないので、ちょっとこんなはずじゃなかったんですね、本当は。なのでちょっと戸惑っております。はい、名古屋は、僕は大阪の方とかは結構行くことがあって、いつも新幹線で通過してるみたいな場所なんですけれども、今回この演奏会するにあたって初めて名古屋に来ました。名古屋の印象は、まあ、最初の第一印象は、まあ、駅降りて、名古屋駅降りて、まあ、道路が5車線と思って、それがびっくりしましたね。東京ではそういうことは考えられないので、まあ、それで、あと印象は、そう、ずっと合わせ、昨日の朝に名古屋に来て、ずっと合わせをしてたので、まあ、印象と言われても、特に、あ、でも、あれ食べました。あんかけスパ、食べましたね。あと、なんだろう、名古屋っぽいの、モーニング、酸っぱありますよ、東京に。あ、まあ、食べたものといえば、モーニングに酸っぱを食べて、あんかけ酸っぱを食べて、夜は中華で、今朝はコンビニのパンで、昼食はコンビニのおにぎり、ね、明日まで名古屋にいるので、ちょっと名古屋っぽいものを食べたいと思います。はい、そのぐらいです、すいません。はい、ああ、そうです。すごい、いつも俺無茶ぶりが多いみたいで、急遽頼んで急遽弾くとか、急遽こうしようとかなんで、名古屋も急遽前日、急遽というか、もう前日にもう10時間ぐらい弾いてたよね、多分ね、ピアノ。ずっと弾いて、はい、まるで、夜は9時まで、10時間。話です。夜みんなで温泉行ったんですけども、もうみんなそこで寝ちゃえるぐらい、ね、裸の付き合い、みんな仲良しなんで、で、僕は名古屋にもうすごい回数来てるんですね。その3月に名古屋で演奏会を滝さんとさせてもらったんですけど、もう数えきれめっちゃ来てるんですけど、もうかなり来てる。今回来るときはなんと初めて新幹線を使ってきたんです、ね、早いですね。なんかリニアができるっていう話題があるんで、バスから格上げしようかと思って、そ
その、そういう感じで、もう、あの、夏休みも名古屋に来てて、はい、あの、名古屋大好きなんで、いいところ、すごいところって、あの、神奈川なんです、出身、生まれは韓国なんですけど、神奈川の美味しい食べ物って言われても何にも出てこないんですよね。ラーメンでも豚骨みたいな、なんかそんぐらいなんですけど、名古屋の美味しい食べ物って言ったらもうポン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 で、モーニングとかなんかいっぱい出てくるなので、もう来たらとにかく食べ続けております。この日は夏休みなんか、そうですね、夏休み、夏休みは、
Thank you.